にちは、塚口ガーデンの柴田です。今回はこれです。スイートアリッサム。今回はスイートアリッサムの実際の植え付けと育て方についてお伝えしたいと思います。まず用土についてですが、アリッサムは水はけの良い、しかも適度に保水性のある弱酸性の土が適しています。そのため用土は市販の花の土でも使えますが、配合されるのでしたら小粒の赤玉土5-2、腐葉土3、酸度調整済みのピートモス2の配合土に土1リットルあたり2g ぐらいの苦土石灰を混ぜておかれると良いと思います。また植え付け時にはいつもお伝えしますが、このような土に混ぜるタイプのマグワンペなどを土に混ぜておきますと株がよく育ちます。アリッサムの植え付けの適期は3月から5月と9月から11月です。暑くなる前、また寒くなる前に植え付けてしっかりと根を張らしておきます。それでは植え付けを始めます。まず今回もこのような鉢を用意しました。そして今回はこのアリッサム、水はけの良い土を好みますので、この土の量を減らしてできるだけ早く乾燥できるよう鉢底石も少し多いめに入れます。そしてここに用意しました花の土ですね、これを今回も使いたいと思います。まずここに足していきます。いつもお伝えしてますが、この時にこの株を植える深さを決めるために少しずつ入れていきます。植え終わった後、この土の表面がこのエッジから約2センチぐらい下がった位置に植えるのがちょうど良いと思います。これぐらいです。そして先ほども申し上げましたこのマグワンプケ、この鉢ですと大体2杯から3杯です。まず1杯取ります。土によく混ぜ込んでおきます。そしてポットを外します。このように根が少し張ってます。まあこの程度ですが、大して触る必要はありません。軽くここらを取る程度で結構です。そしてここに乗せます。これぐらいです。こういう種類もあります。これも同じくそれほど根が張っておりませんので、ここにそっと置きます。この種類ちょっと株が小さいですが、同じくここに添えます。間隔はこれぐらい空けておけば十分です。そしてこの用意しました用土に、こちらもマグワンプケを入れていきます。2杯ぐらいですね。1杯半ですか。混ぜ込みます。マグワンプケを入れると入れないでは株の成長が全然違いますから、ぜひ見てください。そうやって肥料を混ぜ込んだ土をここに充填していきます。
この真ん中の部分もついておりますので、ここにも入れます。水をやりますと、あと土が少し沈みますので、もう少し土を足しておきます。そうしますと土が沈んでちょうど良い位置になります。こんなところですか。植え付け終わりましたら、ここに水をたっぷりやって土を落ち着かせてください。この下から水が出るまで水をやってやってください。それでは植え付けが完了しましたので、アリウッサムの特徴や育て方について簡単にお伝えしたいと思います。特徴ですが、アリウッサムは地中海沿岸原産の油中の植物です。アリウッサムは花束のカスミソウのように、他の主役のお花を引き立たせてくれる脇役の役を果たす控えめなお花で、花の色もこのように白やピンク、オレンジ、紫など小さなお花をたくさん咲かせてくれて、庭植えや寄せ植え、ハンギングなどでも他のお花の引き立て役として特に人気があります。現地では多年草の草花ですが、日本の夏の蒸し暑さには弱く枯れてしまいますので、日本では通常は一年草として扱われておりますが、うまく環境が合えば夏を越すこともできます。そして最近はスーパーアリウッサムという夏の暑さに強い園芸品種も出回ってきています。置き場所ですが、アリウッサムは日当たりが良く風通しの良い場所を好みます。ただ霜が当たると株が傷みますのでお気をつけください。アリウッサムは乾燥を好みますので、庭植えの場合は水はけの良い日向に植え付けますが、レンガやコンクリートなどで囲って一段高くなったような花壇やロックガーデンのようなところが適しています。水やりですが、アリウッサムは乾燥を好み高温多湿を嫌いますので、水をやりすぎないようにお願いします。水はこの土の表面が乾いたらたっぷりとやってください。過湿になりますと根腐れしたり、蒸れて立ち枯れをしますので、水のやりすぎと梅雨時の長雨にはご注意をお願いします。また庭植えの場合は自然に任せて特に水やりの必要はありません。次に肥料ですが、アリウッサムは植え付けの時に先ほどもお伝えしましたが、土に混ぜるタイプのマグワンプ系のような肥料を撒いておきますと、次の春までたくさんのお花を咲かせてくれます。また年を明けて花の数が減ってきたように感じられましたら、そのような時にはいつもお勧めしておりますこのような観光性の化成肥料、これをこういう場所にですね、置き肥をしてやってください。夏越し冬越しについてですが、アリウッサムは夏の暑さや梅雨の湿気には弱いので、夏の前にほとんど終わってしまいますが、梅雨の前に切り戻し剪定をして涼しい場所に置いてやりますと夏を越せることもあります。うまく夏越しできますと秋ももう一度お花を楽しむことができます。冬越しですが、アリウッサムは比較的寒さには強いので、霜にさえ気をつけてやれば冬を越せます。霜の降りる場所では鉢植えの場合は軒下に移すか、地植えの場合もマルチングや霜よけネットなどで霜対策をしてやってください。手入れですが、6月から7月の梅雨の前に大きく切り戻しますと風通しが良くなり出にくくなります。そしてうまく夏を越せて秋になったら、もう一度9月から10月に伸びすぎた茎を短く切り戻してやりますと芽がたくさん出てきます。アリウッサムを大きくこう広げたい場合はですね、アリウッサムはカーペット状に地面を這うように広がります。このただこの中心の部分はこんもりと盛り上がりますので、中心部の根の部分にどうしても日の当たりが悪くなります。剪定の際はこの盛り上がったてっぺんの部分ですね、これを大胆に下の方で切って、ここに光を当ててやるようにしてやるとうまく広がります。以上、
今回はスイートアルシサムについてお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもより良い動画を配信させていただくよう努めますので、ご感想やご希望、疑問な点がございましたら何でも結構ですので、コメント欄よりお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。